J-82J-82J-82 は中華人民共和国で開発された戦闘機である。NATO コードネームはフィンバック B。輸出名はス -82J-8 の発展型で J-8 と同様に、信用の第601航空機設計所によって設計、信用航空省によって製造された。不十分な性能であった。 J-8 の改良型として、文化大革命終結後の1982年により、開発が開始され、1984年に初飛行に成功した。機種の空気取り入れ口を機体側面に移動し、ノーズコーンを大型化した。外観の大きな変更点は他にはないが、これによって印象は大きく異なるものとなっている。空気取り入れ口の形態などから、 1970年代後半に中国はエジプトから提供されたミグ -23 なども参考にされたとみられている。当初、性能に難があるレーダーを装備していたが、アメリカの協力により海 -16A と同じ案、APG-66A 乾燥する前提で製造が開始された。しかし、天安門事件により計画中止となったため、 国産レーダー装備の J-8B、空中給油機からの自由機構を組み込んだ J-8D へと発展した。この過程においても、有志海外戦闘能力は、他国の第四世代機と比べると劣るものだった。1996年、輸出向けに公開された機体が、海 -8 アームである。ロシア製の19-8、2レーダーによって、 R-27 中距離空対空ミサイルと KH-31 対艦ミサイルを運用可能としていた。顧客を得ることはできなかったものの、この経験により改良型の J-8H 海が開発されることとなった。J-8H には新型のレーダーとエンジンがその後に開発された J-8F にはグラスコックピットと さらに改良されたエンジンが搭載され、PL-12 や誘導爆弾、対艦ミサイルの運用能力が付与されている。両機種とも現在、既存の機体のアップグレードや新規生産により配備が進んでいる。最新型はス8回であり、2012年現在も生産を継続している。2001年4月1日、海南東事件にて、 アメリカ空軍の EP-3E と衝突した機体がこの J-82 であるがしばしば輸出型名称解 -82 から2を除き単に解 -8 として報道されたそのため日本のテレビ報道ではアメリカ製の解 -8 戦闘機の 3DCG 画像が流されるなどの混乱も見られた春春解 -82M 蒸気スペックは 主に GLOBALSECURITY.org、e、によるが、巡航速度が音速を超え、巡航行動半径が最大航続距離の半分を超えている、同じエンジンを同じ機数搭載した、一回り大きな機体であるスマイナス1 5に比して、航続距離が大きいなど、正確性に疑問がある。ただし、ス1 5は、水力重量比が極めて大きく、 航続距離が短いことが欠点ではあるが、高い飛行性能を持つことで知られた機体である。本機は同じエンジンで、機体はさらに軽量であることから、航続性能は劣るとしても、飛行性能ではス,ス1 5よりも優れている、可能性は考えられる。ただし、中国が J-8 シリーズを開発した動機として、J-7 のエンジン出力がオリジナルに及ばず、 本機ミグ -21 よりも性能が低くなったため、それを補うために総発化したという説もある。これが正しければ、本機は、S、スマイナス15には、性能面では及ばないことになる。ありがとうございます。